どうも皆さん、はじめまして、フォルテの弟です。今回はね、ピアニストの兄貴にドッキリを仕掛けたいと思います。兄貴が一番大切なものは何だと思いますか？そう、ピアノ。そのピアノに絵を描いてあげましょう。この兄貴にいつもいじめられてきたので、今回はその兄貴の鬱憤を晴らすためにめちゃくちゃにしてあげます。さて、今回のドッキリを仕掛けるのには大きな大きな仲間がおります。その仲間は絶対権力者、母。その母も乗り気なので全力で仕掛けたいと思います。そして絵を描いてくれる人はフォルテのアイコンとスタンプを作成してくれた方です。兄貴のパソコンから勝手に連絡して呼び寄せてしまいました。制作期間は1ヶ月なんですけど、その間どうにかバレたくないんですよね。まあもし帰ってきたとしても、この鍵があるから大丈夫な気するんですけどね。まあピアノの部屋に入ってきたとしても全力で阻止しようと思います。それでは中に入ってみましょう。もうね、今回も用意させていただいています。このブルーシートを引いて絵を描く気は万全です。もう絵の具もちゃんとあって用意は万全でございます。はい、これ何だと思いますか？そうです、ドライバーレス外しちゃいました。見てください、これめっちゃ大変でした。家族全員めちゃめちゃ大変そうでした。絵を描いてくれる翔さんです。よろしくお願いします。今回どんな感じで絵を描いてくれますかね？もうめちゃくちゃにしちゃって大丈夫なんで、もうよろしくお願いします。さすがにね、現にペンキ絵の具が塗らないようにちょっと翔さんが袋をかぶせてくれてます。いやー、ありがとうございます。とりあえず下地が完成しました。はい、こんな感じです。これから兄貴が帰ってくるんですけど、ちょっとバレないように頑張っていきます。こういう細かい部分もすごい綺麗に仕上がってます。
すごいですね。わあ、中もすごい、中も乗ってます。すごい綺麗な感じで塗られてます。ではズマミロ兄貴、じゃあな。待て。あ、ちゃんとできた。やべ、兄貴帰ってきた。やべ、何で撮ったん？今ミート麦撮影しようよ。撮影？何？ウィー。よいしょ。いや。可愛くね。うん。うん。麦ちゃん。うん。いつから撮っとった？さっきから。なんていう動画？うん、ミニちゃん麦ちゃん。ミニちゃん麦ちゃん。オッケー。ピアノ弾こうかな。なお前、なぜついてくるんだ。いや、ちょっとルーティン俺も撮ろっかなと思って。俺もちょっと撮ろっかなって。なんなんこれ。うん、何が何か、かっこいい。ちょっと待って待って、見てあげろ。ちょっと何、どうなったの。鍵が、あかん、鍵が足を。ちょっと下がって。何これ。あ、これがこうなっちゃった。明日にしようよ、開けるの。何明日って。映画開けろ。明日にしよう。なんかやべえもんが見えた。何が変な人。何がなんか変な人。何が、なんなん。もう落ち着けって一回。開けろ一回落ち着けって。うるせえぞ。はじめ。えあ、やばくないこれ。やべえよこれ、ありえ、は？は、なんで俺のピアノ？いや、どういうこと？待って、今パニックないけど、マジパニックないけど。たらーん。え？なんていうドッキリ？待ってよ、は？いや、ピアノ、めちゃめちゃ色塗っちゃったドッキリ。待って、やべくね？これ大丈夫なの？音は？あ、全然な。綺麗やろ。いやいや、メルヘンすぎるやろ。かわいい。かわいいもクソもねえぞ。俺マッチョで売ってないで。え、これで完成ですか。今の下地。あ、下地？下地。え、こっから変わる、全然違うんですか。違う。でもや、この色はやべえやろ。この色はやべえやろ。ピアノに色塗ってみたドッキリ。そう。なんでこんなことした。お願いしてなくね。いや、ちょっといろいろあってね。なな、いろいろって。はぁ、待って、どうしよう。まあ、どうしようもこうしようもやっちまったんだけど、映画も。そうやな。もうこれ行くしかない。世界に一台のピアノで行ける。そう、世界に一台のピアノやで、これ。これもだって、翔さんやけんな、帰ってくれた人が。なんで翔さんの連絡しとん。え、あ、パソコンからちょっと勝手にやった。携帯と同期しとることいいことで勝手に連絡したん。うん。いや、翔さんも来たんじゃん。来た人も来た人やろ。翔さんは快諾してくれたよ。快諾したん。即返答。即返答。いいよって言ってくれた。やべえな。やべえな。これでも、やべえことなりそうやね。ええ作品なんだよね。いや、これすっごいよ。これやばいよね。ちょっと普通に撮ってみて。全部。すっごいよ。だってもうこれもう全てピンク。綺麗な。ピンク。これ手塗りしかも。手塗りよね、これ。手塗り屋の多分。塗りよ。
すげえ、こんなピアノ見たことねえ。こっちも映してや。やべえな。うわすげえ、足のとこもめっちゃ綺麗。全部鳴ってるやん、ちゃんと。下も鳴ってるで。うん。下見てみ。下も鳴ってるやん、やっぱり。裏側見てみよう。あの、このパカッて開けるとこ、ほら、ここもすげえ全部塗られとる。こんなん絶対やべえやん。やばすぎやろ、これ。やべえしか出てこないけど俺。ここがアトリエみたいになったな。うん、うんじゃねえ。うんじゃねえぞ。これあれやけんな、一個間違えたらマジで捕まるで。うん、なんで。あれ、ここは無法地帯。ここ無法地帯なんで。ここ誰が許したん。母さん。母さん。僕が勝手にやって OK って言ったん。うん、無茶やな、俺のおかん。これほんなら、これまだ下地ってことは、これから完成に持っていく、全然違うってことですか。全然違う。え、もう全然違うものが出来上がるってことですか。これはこれで楽しみやな。ちょっともう、いいよ、今回はもう、ええドッキリや。でしょ。でも次回もう一台はやめてよ。もうやめ、これで完成な。もうあの、まだ新しいピアノ買ったとしても、もうそれはやめてよ、絶対。うん、踏むんじゃね。弾いてみようか、ちょっと。翔さん、お願いします。お願いします。え、もうやべえ、世界に一台の最強のピアノもう作っちゃってください。もうこれはここまで行ったら行っちゃいますか。行っちゃいましょう。やべえな、でもやっぱやべえな、200万ぐらいしたけど。やっぱやべえよ。おかしいな、やっぱり。まあ、おかんが許したけえな。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。